どうも、お疲れ様です。それでは、こちらの方はテクニカルから、見ていきますね。おおむね18日にトレードされる方、今言って19日までにしか、ちょっとこれは効果がないんですけども、やっぱ突き足の方から順番に見ていくことによって、全体像を捉えていくってことになります。今、ご覧いただいている突き足は、1年間で12回しか見に来ることがありません。その、今回はラストということになりますね。で、動きとしてどうなのかってことなんですが、まずは152円に達したこのヒゲ先があって、もう一回ここまで来たんですけども、もうここが行動の限界点ですよね。ダブルトップというふうに今となっては考えていいと思います。通常月足とかね、週足っていうのにはテクニカルってのはあんまり聞きにくいんですけども、ただ結果的にテクニカルが追えるようにはなるんですよね。まあそれが今回のダブルトップで、高値圏でのダブルトップ。プラス、この移動平均線から、開示していくと、移動平均線に戻るっていうも、これも活かせてると。まあ、ですんでね、テクニカルが全く汚いんじゃないんですけども、断片的には使えるんですよ。ただし、突き足をテクニカルで解釈して取れるのは非常に危険なんで、やっぱり突き足っていうのはね、ファンダメンタルの色がもう8割9割だよってことはね、忘れないようにしましょう。ですんで、ここでの動きをね、あれこれ論じたところで、じゃあ、18日月曜日のトレードに何か関係ありますかって言ったら、今度は逆に1割ぐらいしか関係ありませんので、ここはさらっと見ておくことにすればよろしいかと思います。大きな、一番大きな支配波が、下落に向かってるってことぐらいが、踏み取ればいいんですか？はい、次は週足。週足もね、年間で50回ぐらいしか見に来ることがないと思いますけども、その少ない機会のうちの、今回が最後。まあ、最後ではないかな。もう一回ぐらいかな。まあ、最後に近いことですかね。最近の週足どうですか？下がりっぱなしでしょ？うん、だから、やっぱり、ここが行動の限界点だったわけです。アメリカのドルと日本の円の総量から計算すると、1ドル160円までは理論上行くんですけども、まあ、ぴったり160円までいかないですからね。でも、その手前でこういうふうにいろんな事情で戻っていくっていうことが、ここで、ぼんやりと分かればいいかなと思います。で、元はといえば、ここで底を打ったものが上昇トレンドに乗っかって、ぐいぐいと上ってきたっていうところだったんですけども、やっぱりここで頭打ちになった。ね、介入を警戒したところっていうのもありましたけどね。結局、介入は、こっちとは違って入らずに、そのまま自然に下がっていったってこと。まあでもね、日本の金利上げるんじゃないかなっていう、まあそんな噂と、アメリカの、金利高をやめるんじゃないかなっていうね。まあこの真実に近い噂、この二つがね、マーケットの雰囲気を作って、この動きを呼んだと言えますね。だからマーケットってね、噂で動くんですよ。で、真実でみんな目が覚めて、ロスカットを受けたりとかね、転換したりとか、判断を転換ですよね。セルだったのをバイに入れ替えたりとか、バイをセルに入れ替えたり、損切りしたりとかできるわけです。でも多くの方は損切りして、ああ、なんですよね。真実が分かった時ってのはみんなそうです。あれ、そうだったの？だからマーケットのほとんどは噂とか投資家の雰囲気で動くと思ってるから。だからその投資家の雰囲気、つまり心理についていくのが私たち。コバンダムのように、動き出したらそっちの方についていくわけです。そして、動きが止まる前に退場する。もしくは、ロスカットで動きを止めるって感じですよね。今回もありましたよね。ロスカットで動きが止まるんです。まあ、ですからね、ロスカットは避けられませんけども、損するべきところ、ロスカットを受けるべきところに、きちんと受けるようにしておけばいいんじゃないかなと思います。はい。で、今後の動きですけども、このぐらいね、下落の陰線が続くと、やっぱりこれからもテクニカル的には下の方に向かうというふうに考えます。ただ週足のテクニカルが働く範囲っていうのはやっぱり限られてますので、ファンダメンタルの要素を見ていくことになります。というところで今週51週目は、ファンダメンタルの要因がね、2つ3つ出てますよ。例えばアメリカの GDP、これ確定値が、そして CPI 日本が、火曜日には上田総裁の発言があります。これによって、利率の発表があるかもしれません。かなりでかい、19日火曜日になりますので、19日は、テクニカルでトレードされる方は、ポジションを置かないです。勝負は、それでもできますので、今年最後の大花火になります。はい。そして、徐々に、トレードが効く、時間帯になってきます。日足です。日足ももう、N 字を書きながら、どんどん、下がってきてますよね。で、日足のあたりからテクニカルの要素が5分5くらいで入ると思っていいと思います。まあ、4分6分とかね、6分4分とか。
移動平均線の上に乗っかっているときは、上昇トレンド。もうこれはいいですよね。で、移動平均線を横切って、下落に入って、もう何日も経つ。まあ、ですので、基本的にセル戦略で利益を出していくっていうフェーズに入ったということですね。で、問題はどこで止まるかなってところなんですけども、ここで止まらなかった。ね、次は、ここでなんかもじもじしてますけども、ここはね、特に止まるところでもなかったと思うんですけども、まあでもね、そんなこと言っても、そんなはずじゃなかったのにって言っても、現実、ちょっと動きが小康状態になってますんで、50週の最後の方はね、完全にこの4つの価格帯で止まってましたんでね、この1円の帯。まあですんで、おおむね横ばいに入ったかなっていうところは感じました。で、4時間です。いよいよ月曜日、火曜日のトレードに関わっていくことになります。火曜日はね、先ほどお話したように、上田総裁の発言がありますので、まあ、テクニカル的なトレードは諦めないといけませんけども、まあ、月曜日はね、どういうふうに仕掛ければいいかってことですね。まあ、月曜日は、ちょっと、1時間じゃないと説明しにくいところがありますけども、ここでちょっと団子状態になってる。ほんで、少しずつ上に上がりながらも、てっぺんは維持してるわけですよね。まあ、そう考えていくと、この形、なんだと思うんですかね。ね、こういうふうな三角形。あっていうカタカナで見えるでしょ。アセンディングトライアングル。ただし、上に抜ける可能性が非常に低いなって思うのは感じられるんじゃないですかね。全体的には支配人が下に行ってて、4時間も下落でしょ。さらに移動平均線にこれ上に行ったらぶつかるんで、上に行ったとしても下に叩き落とされる可能性が高い。そして、昨今はアセンディングトライアングルなのに下に抜けることが何度かあったじゃないですか。ね、ですので、これ下に行くんじゃないかな。下に行くパターンの可能性の低いアセンディングトライアングルなんじゃないかなと。今回はその低い方の可能性が来るんじゃないかなというふうに判断するわけですよね。だから7割、8割上に抜けると思っても、じゃあ残りの1割、2割はいつ来るんだろうっていうふうにね、今じゃないかなっていうふうに疑っていくタイミングが来てるんです。はい、そして最後、1時間で見ますね。さあどうでしょうか。確かに、前半のこちらのレンジが、後半のレンジが終わって、そう考えていくと、徐々に上の方にずれていってるんじゃないかなっていうふうに見えなくもない。もちろんこれ否定できません。ただ全体の圧力が下に行ってることをマルチタイム分析で見て取れるっていうことと、先ほどのね、4時間軸、支配波が下に圧力を傾けてるかなっていうことを考えると、この形から下に向かうんじゃないかなっていうふうに普段考えないような発想っていうのを今回は採用できるんじゃないかな。ですので、月曜日の午前中に、そのような予兆が見れたら、セルに入って勝負していきます。見れない場合は検討を続けるか、まあもう、短期的な倍で月曜日の利益を確保するかっていう判断ですね。はい、それでは、あとはですね、月曜日の時間帯を追いながらの解説になります。お楽しみに。それでは、51週目、勝負始まりますよ。